仕事です。あら、お疲れ様です。疲れたよ。あら、お疲れ。やっほーやっほー。お疲れ様です。はい、ありがとうございます。今日何してた？トーク。何もしてなかったな、今日は。私は、何してた？めっちゃお掃除してました、お家の。洗濯機を2回回して、ゴミ捨てに行って、洗濯物たたんで、掃除機かけて、洗い物して、ってしてました。夏休みは終わりましたか、皆さん。何しました、夏休み。えらい。あら、嬉しい。乃木坂のライブに行きました。おお、来てくれたんですね、夏休みに。嬉しい。いっぱいライブっていう人がいっぱいいる。神宮楽しかったです。よかったです。また後でそのお話ししますね。バンコクに行きました。バンコク行きたいな。いいですね。あやめんからパンチもらえた。本当？いっぱいパンチしたから じゃあせっかくじゃない、早速 乃木曜日選手権をやりたいと思います。今週の乃木曜日選手権は吹き戻し対決です。これを吹いて、で一番長く吹いてられた人が優勝みたいです。これは皆さん知ってますか？私は知ってたんですけど、やったことはなかったです。これをやる。これをやっていきます。懐かしいな、本当？これいつのあれが、時代がピークなんだろうか。私のお父さんお母さん世代かな。前ちょっとやっていきたいと思います。じゃあいいですかね。いきます。せーの。よかった、ちゃんとできました。タイムは、お、あれ、6秒です。これはどうなんですかね。肺活量が重要だ、これは。私は肺活量あんまないと思うので。小数点以下まで。じゃあ6.97。おー、惜しい。7まで惜しい。私は6.97秒でした。どうなんだろうか。意外と大変ですよ、3本だから。1万人ありがとうございます。 ありがとうございます。じゃあ、真夏の全国ツアー2023振り返りトークをしていきたいと思います。今年は7月から始まって、8月の終わりまで北海道、大阪、広島、沖縄、愛知、宮城、神宮でやりましたね。皆さん来てくださった方いますか？甘いラビング良かったです。お、ありがとうございます。今回ユニットは、私は2パターンあったんですけど、ハウスとあと甘いラビングで、配信とか見てくれたり来てくれた
人は分かるんですけど、なんか胸キュンゼリフ的なことを言ったんですよね。恥ずかしかったです。あの一番高い6階のステージにで一人でなんかそこに立って、急に音楽がちょっと静かになって、そこであの恋愛シミュレーションゲーム風なやつをねやりました。地方公演と神宮でセリフが変わったんですよ。地方はなんて言ってたっけな、あ、地方はなんだっけな、もう言わないんですけど、神宮で告白的なことをしましたね。もしよかったら何か言わないんかい。そう、ちょっとやっぱね特別なので恥ずかしいからさ、制服でそうやりました。制服ってやっぱいいですよね。嬉しかったです。卒業しても着られて。あとは地方では沖縄公演が初だったので、沖縄はねなんか笛、指笛っていうの、なんかピーってやるやつをすっごいねしてて、ファンの方が。そこで沖縄をめちゃめちゃなんか感じました。あとは沖縄何食べたっけな、沖縄何食べたっけ、ホットドッグだ。沖縄っぽくないけどホットドッグがめっちゃ美味しかったのと、あとなんかねかき氷も結構いろんなところでケータリングであって、私はかき氷大好きマンなので嬉しかったです。もう全部美味しかった、ふわふわのやつで。最後神宮ですね。4日間ありました。雨降らなかったですね。嬉しい。でもリハーサルでは急に降ってたりしてて、なので雨の神宮もメンバーは感じられたし、でも晴れはやっぱり降ったら降ったりすっごいテンション上がるんですけど、やっぱ髪の毛とかがね崩れちゃうので、すごい4日間も晴れてね良かったです。リハの時雨やばかったよね。そう、すっごかった。もう急に土砂降り、崩れても可愛い、あらだよね、まあ、メンバー崩れてもね可愛いんですよ。みんな空調服どうだった？空調服ねすごい大活躍でしたよ。あれすごい、やっぱりねないのとあるので全然違くて、でも4日目とかになってなんか朝顔がむくんでたりしたら逆に汗かこうと思って、私は空調服着ずに汗流してむくみを取ってました。一番美味しかったケータリング、一番美味しかった、ちょっと待って思い出す、私は愛知公園のあのオムレツサンド、ツバメパンのオムレツサンドがね今回も置いてあったんですけど、やっぱあれすっごい美味しい、大好きなんです。みんな大好きみたいで、あれ美味しかったな。レイとね半分して買いました。あ、サインボールの話、サインボール
神宮のアンコールで初サインボール投げました。楽しかった。なんかさ、憧れだったんですよね、サインボールが。そうだから初めて投げれて、でも神宮の3日目くらいの1個が、直撃しちゃって、ファーンって投げたのにファーンっていっちゃって、痛かったかな。でもすごい喜んでたから、まあ、よかったけど、すいませんね、その方いたら。悪気はなかったです。ファーンって投げたのに、なんかファーンっていっちゃったからさ。そう、大切にしてください、もらった方は。さあ、近況報告。近況報告は、なんだろう、おひとりさま天国が発売中ですね。みんなの近況をじゃあ教えてくださいよ。夏休みも終わっただろうし。課題終わらない。あら、もうダメじゃないですか。まだあるのかな、夏休み。課題頑張れ。週末ミーグリ行く。お、今週末かな。ある、待ってます。あと1週間夏休みある。そうなんだ、長めですね。明日から学校始まります。頑張って。頑張ってなのかな、まあ、頑張ってですよね。夏休みの後の学校は楽しんでね。内定もらいました。おめでとう。拍手だ。最近じゃないけど、ちょっと前に読んだ本が、なんか就活の本で、就活ってそんなこんな大変なんだと思って、だからすごい頑張ってください。コメント終えてないわら。そうなの、早いね。これ今日何食べた、何食べたっけ、今日何食べたっけな、今日かぼちゃのおかゆ的なの食べました、初めて。バイト何したらいいと思う。決めていいんですか、バイト。うわー、どうしよう。私はね、何、コーヒーショップで働いてみたくて、お姉ちゃんがねバイト昔してたから、それがすごい楽しそうだったからやってみたいんですよね。じゃあコーヒーショップの面接受けてみてください。晩ご飯決めていいよ。晩ご飯は、じゃあ、あれなんだっけ、チキンの上にチキン南蛮でお願いします。そうだ、麦帯選手権じゃなくて宿題やんないとですね。宿題やります。前回から。あ、ゆみき、地元への気持ちをソングで歌ってください。ソングで歌ってくださいだそうです。なんか連絡来て、ゆみきから。まだなんか先週のデンさんとかの名残の宿題だから、嫌だったらやらなくてもいいよって来たんですけど、先週の何があったか分かんないから、分かる方教えてください。なんか名残らしい、これ。
まだ続いてたのか、なんか続いてんのか。あ、先々週の話だ。先々週、何？全部松尾のせい。何？松尾がなんかしたんだ。松尾から始まった。何が始まったのかが知りたいのよ。松尾は分かった。黒幕は松尾。面白い。何？松尾から歌う宿題が始まった感じかな。なるほどね。やんなくて大丈夫大丈夫。そうなの？え、それさ、先々週とかみんなはやったんかな。みんなやったのかやってないのか。それで私がどうなるのかが決まるんですよね。一応みんなやったはやった。あ、じゃあやります。え、地元への気持ち、気持ち、名古屋の気持ちですか。え、むずソング、なんだろう。地元、はい。ちょっとオリジナルソングとか初めてなので、ちょっと緊張しちゃうんですけど、まあ聞いててください。いや、全然メロディーが浮かばない。名古屋、名古屋は美味しいものがたくさんあるよ。そして、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 あ、自然もあるし、都会も感じられる。名古屋はいいよ。恥ずかしすぎる。すいません。大丈夫かな。よし、終わり。はあ。恥ずかしい恥ずかしい。じゃあもう終わらせますね、この宿題は。ちょっと次回メンバーさんがね、あ、レノさんです。明日はレノさん、レノさん、もう動揺しちゃって、レオネって書いちゃったよ。ありがとうございます、レノさん。何にしようかな。何しよう。なんかありますか？よさげな。オリジナルソングは終わりということで。シンクロニシティの感想。ああね。シンクロニシティ、そう。ツアーでね、お歌で披露したんですけど、確かにあり。秋にしたいこと、うわー嬉しい、秋来ちゃう、秋大好き。そうだね、3期生さん8周年目の目標、確かに。でもちょっとなんか目標だとちょっとあれだから、3期生さん8周年目にしたいことなど
ありますかにしよう。3期生さん、3期生さん、生産で8週目、あ、8年目だ。そう、すみません、語彙力っていうか日本語が私、そうずっとね、家族にもお母さんにもね、日本語をもっと勉強しなさいって言われてんの。3期生さんで8年目にやりたいこと、たいことなどはありますか？はい。ということで、明日はレノさんです。お願いします。よし。あと8分ぐらいですかね。8分ぐらいはじゃあ皆さんとお話タイムしましょう。何話そうかな。シンクロにして緊張した。私もそう、あのそのお歌のメンバーにいてびっくりして、まず最初ね、で最初そのお歌のボイトレから始まったんですけど、もうさ、みんなその歌のメンバーさんが本当に上手な方ばかりだったから、もうね、何すごいね、もうあーどうしようってね、なりながらやって、で本番も最初の北海道とかはもう声も震えそうだしって感じだったんですけど、徐々にやっぱりなんだろう、緊張も落ち着いてきて、神宮はね外で歌うってのもあったし、なんか清々しくねできました。やっぱりなんかこういうあれなんだ、回数を重ねるごとに何だろう、なんか成長っていうか、そういうのもねツアーのいいところですよね。堂々として見えて本当になら良かったです。秋の、ああダメでした、長い出ちゃった、前髪切らないのね、長いよね、私も思った、それは切ります、いつかね。スクショタイム OK、 スクショタイム、今流行りのポーズ何なんだろう、今何流行ってるっけ、ポーズ、猫ポーズね、オッケー、はい。ウインク、ウインクできないんです、ウインクできるようになりたい。あとはなんか
皆さんないんですか、お話、なんか、なんかお話、最近かき氷食べてる？食べたよ。先週は2回食べました。2回、めっちゃ美味しい。あのね、1回目はね、あの神宮の次の日にね、お母さんとちょうど見に来てたから行って、トウモロコシのかき氷とずんだのかき氷食べたんですよ。めっちゃ美味しかった。で、次の日、そう、2回連続食べちゃったんだよね。次の日はマンゴーのかき氷食べたんです。それもめっちゃ美味しかったひとり旅するのはどこ？まあ行きたいとこいっぱいあるんですよね。なんか、あ、国内だったら山形とか行ってみたいです。山形行って、もうのんびり温泉とか入っちゃってのんびり過ごしたい。スイス、スイスは国外、日本外だったら一番行きたい国なんです。めっちゃ行ってみたい。自由研究決めて。遅くない？絶対遅いよそれ。いいよ、自由研究決めてあげる。私が小学生の頃やったのは、何やったっけな、あ、オオサンショウウオについて調べたので。知ってますか、なんか生き物を、ナマズ的な。オオサンショウウオについて調べたらどうですか？かわいいですよ。天然記念物やん。あ、そうなんですね。卒論決めて。うわ、卒論ってさ、私わかんないんですけど、どんなことを書くんだろう。ちょっとね、やったことないからね、まだ。本当に調べましたか、わら。調べました。でも小学生の頃なので、ちょっと記憶が曖昧でしたけど、ちゃんとオオサンショウウオ記念館みたいな、オオサンショウウオがなんか記念されてる館にもちゃんと行って調べましたよ。あら、本当だ。え、もう29分でした。じゃあちょっとエンディングに行きます。乃木曜日火曜日終わりの時間です。次回の乃木曜日配信時間は決まり次第ショールーム公式ツイ公式 X びっくりした。ショールーム公式 X でお知らせしますということで、皆さん明日からもお仕事、学校頑張ってください。見てくれてありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。